おりました、ミヤマクワガタ。これ大クワじゃないですか、これ。でかい。僕はこれ天然やと思ってます。で、理由はいくつかありまして、どうも、皆様、こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。ハロハロー、ハロハロー、ぐる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 。はい、挨拶はそれぐらいにしておいてですね、まずはこちらをご覧ください。魔法で出します。こちらでございます。これは食虫植物というやつですね。日本語名、ハエトリグサ。正式名称何だったっけかな。どうですかこれ。なんかこうね、バグっていきそうですよね。面白い。コバエロがやっぱこう気になるんでね、導入してみました。この中にコバエロが入った途端バグっといっちゃうんでしょうか。なんか想像しただけで恐ろしいですね。とまあいうことで、この子の成長具合も気になるところなんですけど、今日はね、そういう話じゃないんでね、これ置いときたいと思います。はーい。じゃあ今日は一体何の話なのっていう話なんですけど、やりました私、今年初の大クワガタ捕まえてきました。よっ。はい、ということで、大クワガタ最終に成功しております。久しぶりというかですね、ほんと久しぶりでした。はい、ということでまずはですね、こう他にもミヤマとかノコギリとかいろいろ捕まえてきてますので、そちらの VTR の方をご覧ください。では、大クワガタ採集 VTR スタート。サルがおります。ほら、サルいる。わかりますか？書いてますね、なんかね。かゆいんかい。ちょっと火をね、こう避けるためにちょっと手が映ってるんですけど、この木は怪しいので、多分、クワガタいると思います。揺らしてみたいと思います。ミヤマクワガタですね。はい、こんな感じ。結構綺麗なメスだな。体すごく綺麗です。どうでしょう、こんな感じです。落ちてきました。オニヤンマが力尽きてます。アリの餌になっている。でかいな、オニヤンマって。ほら、でっか。いやー、生きてるとこ見たかったな。これオニヤンマでしょ。まあこうやってこうね、アリにこう命は引き継がれていくんでしょうね。この木はちょっと怪しいんで揺らしてみたいと思います。はい、落ちてきました。まずこちらなんですけど、コクワガタです。コクワガタ。それからこれミヤマですね。日暮らしの声うるさいわ。はい、皆様、日暮らしちゃんでございます。泣きますかね。お、泣いてる泣いてる。これもうダメな感じです。もう落ちちゃってですね、もうダメな感じでしょう。カナブーンがいます。今気づいたんですけど、下の方をガバってめくれてる部分があるんですけど、あそこはね、いけないですね。見てみたいけどな。しょうがないですね。取れました。メスかと思ったんですが、極小のオスです。やばい、極小のオスだ。ほほほほ、かわいいですね。なんかあれみたい。アリ地獄。アリ地獄みたいですね。おりました、ミヤマクワガタ。よし。これです。でかいですけど、7センチはないですね。6センチはあるかな。6センチ後半あればいいかなっていう感じのミヤマですね。で、あとメスもいました。これ助手が持ってます。こっちは結構でかいですね。はい、これお持ち帰りします。やった！珍しいカエルがいました。これ珍しくないですかね。これ絶対珍しいと思う。見たことないし。誰かわかりますか？やばいの見つけてしまった。
これ大クワじゃないですか、これ。でかい。これ、大クワでしょ、これ。メスだけど。ちょっと撮ってみたいと思います。撮れました。ムカデがそこいるんですけど、これ大クワですね。大クワ型だ。撮ります。よし。大クワゲットです。あ。ほら、筋がある、ほら。大クワでしょ、これ。すごい。やった、大クワ取れました。2年ぶりですね。助手の方がね、見つけたんですけど、なんと、こんなんが、ここにいました。ほら。これは、大クワですね、どう見ても。痛い、痛い、挟まれた、挟まれた。大クワです。小さいですけど、大クワですね。これ、どうしたもんだろうか。やっぱこれ見た人は多分、蜂虫とか言っちゃうと思うんですけど、大クワのオスもおりましたね。どうしよう。これね、疑ったらキリないんで、とりあえず持って帰ろうと思います。どうでしょう、これ。いや、大クワですかね。この辺にいたっぽいですね。わ、アブうっとしい。アブうっとしいっちゃね。はい、ということで、ちょっと疑惑は湧きますけど、一応まあ、大クワなんで持って帰りたいかなと思います。さっきは大クワ見つけて興奮したんですけど、また面白いのいました。七節ちゃんでございます。かわいいですね。七節はメスばっかりなんですかね。種類にもよるんでしょうけど。なんかそんな記事見ました。これが七節。なんか面白いですね。頑張って生きてほしいです。ということで皆様、大クワ型でございます。天然よっ。はい、天然だと思われます。あまりにも小さいので、ただ体脂系ですね。もっとちっちゃい大クワガタってね、ほんとなんかこうね、これ何っていうね、顎の形してるんですけど、まあそれに比べたら全然立派でございます。ただ、大きさ的には全然ですね、6センチあるのかなっていうぐらいの大きさですね、これは。続きまして、ミヤマクワガタ気温を測っていきたいと思います。キュンキュン。元気元気。痛い痛い痛い。ちょ、足取れちゃうから。ちょ元気ですね。あれあれあれ、ひっくり返っちゃった。はい、よし、いた。これまあ6センチを超えてる確実ね。ただ6.5ぐらいかなーっていうところですけど。はい、こんなもんでございますね。よっ。よし。6.5 です。ぴったり。はい、いうことで、まあ、65ミリのミヤマクワガタでした。はい、どうでしょう。なかなかいいんじゃないですか。ね、かっこいいと思います。このやっぱ頭がいいよね。この頭のこう、デコッとこう、デコッとしてるところが。これがいい。あれ、落ち着けないな、こいつ。はい、どうでしょう。今回こういう子を持って帰っております。頭のデコが素敵です。デコどうでしょう。落ち着きないな。はい。まあ、落ち着けっていうのは無理なんですけどね。昆虫からしたらなんだここは、みたいな感じだと思いますので。はい、こんな子です。どうでしょう。かっこいいです。ねえ、どうですか。はい。まあ、とりあえずね、65オーバーなんで、まあ、持って帰ってもいいかなっていうところでして、70オーバーをまた頑張って探したいと思います。はい、それでは大クワガタくん測っていきたいと思います。すごく小さいですね。あと平べったいですね。めちゃくちゃ飼育のやつと比べたら全然平べったいです。なんでこれペラペラなのっていう。で、最初はヒメオオクワかと思ったんですよ、ちっちゃいから。だから大クワですね。はい、こんなもんな。まあでもこれ天然ではもう僕の記録を超えてますので。はい、これ61でございます。いや、でもまあ、かっこいいです。ね。やっぱこう、綺麗ですよね、体が。飼育品はどうしてもね、まあ、後で説明しますけどね。やっぱ、デコボコするんで。ツルッツルです。そして、こう、細いんですよね、体が。すごくこう、体細いです。
いやー、かっこいい子ですね。そしてメスも行きましょう。飼育品に比べたらやっぱ断然小さいんですけど、まあ4センチあるかなーぐらいですね。はい、あるんかな。そうね。ミヤマクワガタのメスのビッグサイズぐらいですね。はい、この子なんですが、4.1 ですね。ま、このままでしょう。ね、飼育品だったら普通に5センチとか超えますけど、まあ、こんなもんじゃないですかね。天然ではでかい方やと思います。いや、かっこいい。ね、キラキラです。さあ、いいですね。おー、クワガタメスちゃん、こんな感じです。さあ、まあ、最後にじゃあ、まあ、オスの方をね、見ながらお話したいと思います。はい、こんな感じです。オオクワガタちゃん、かっこいいです。まあ、オオクワガタといえば、どうしてもこうね、飼育品がこうね、逃げたとかですね、あとはこう、放虫、ほいってこうね、自分で飼えなくなっちゃってこう、離せちゃうっていう行為。これをまあ、疑うわけなんですが、僕はこれ天然やと思ってます。で、理由はいくつかありまして、まずはこの、ディンプルってやつですよね。こう普通こう、オオクワガタっていうのはこう飼育品はですね、大きくなるので、こういうところにこう、へこみとかくぼみとかできちゃうんですよ。これ、ツルッツルで綺麗ですよ。はい、これがまず一つ目の天然だと思う理由ですね。参考前のうちのオオクワガタちゃんなんですけど、これ見てください。これデコボコしてるでしょ、この辺。この辺ね。こうやってやっぱこう、やっぱへこみとかなんかこんなディンプルってやっぱ出るんですよね。あれがまああの子にはないわけです。で、二つ目なんですが、これショップさんに聞いたんですけど、こう、体が薄いというね、めちゃくちゃペラペラなんですよ、この子。飼育品の多くはですね、結構こう体がこう分厚いです。だけど、この子はですね、こう全然分厚くないというね、こうペラペラなんです、ほら。ペラペラなんですよ。で、分厚さなんですけど、こう飼育品はこうなるんですよ。どうですか、この分厚さ。全然違うでしょ？これ間違いなくね、判断基準になりますので、まあ、ショップさんが言ってましたので、間違いないかなと。飼育員はね、こう体が分厚い。あれ、全然分厚くないんですよ。まあ、どうしてもいい食うとね、こう分厚く太っちゃうんですよね。で、三つ目はですね、最終場所です。クワガタっていうのはですね、まあ、そんなに移動距離はなくてですね、で、今回採集した場所はですね、結構、こんな山奥で、もう人はほとんど住んでないというか、もう人が住んでるところまで、まあ、やっぱり40分も50分もかかっちゃうようなところなので、まずこう天然だろうと思うわけですね。っていうのも、そんなこう放虫するようなめんどくさがりはですよ。わざわざ40分も50分もかけて山奥の方に行って、放虫はしないです。そこがまあ3番目の僕のこう、これが天然だっていうところのまあ根拠になります。はい。まあちょっと考えていただいたと思うんですが、どうでしょう。やった！まあ、もともとのこう、産地でもありますしね。はい、残念ながら香川県産ではなく徳島県産になっちゃいましたが、よく行く最初場所、いつも県境とかにありますので、ちょっと徳島側に入っちゃった感じですね。はい、ということでございます。標高もそんなに高くないので、全然信憑性はあるかなと。いうところです。ね。オオクワガタって意外とね、低いとこ住んでますので、高いとこではないです。まあ、僕が住んでるとこね、実はまあ、大した高さはありませんで、本当にこう、ミヤマクワガタ取れるとこでもまあ、標高300メートル行くかどうかというところなんですよ。うん。まあ、そんな山しかないという。いや、さぬきなんでね、結構低い山ばっかりなんですよね。はい、です。とのことです。まあ、オオクワガタ、まあ、今回ゲットできてよかったなと思いますね。かっこいいです。メスもゲットしてますので、これ繁殖に使いたいなと思います。いや、ほんと、素晴らしい日だったと、思います。お疲れ様です。まあ、何が悲しいかってね、オオクワガタ捕まえた時に、まず真っ先に放虫を考えなきゃいけないっていう、この世の中が悲しいと、思います。本当に。なんでそんな風になっちゃったんだろうっていうね、こう、まあ、辛いですね。やっぱり生き物は最後まで責任持って飼わないといけないかなと、まあ、僕が言うのもあれなんですけど、思います。
今回メスもゲットしてますので、ちょっとまあ、一応念のため同居しまして、そして、サナセと組んでいきたいなと思います。はい。そんな感じですね。持ち腹で行けたらいいんですけどね、本当はね。ただもうちょっと時間ありませんので、持ち腹で行けなかった場合のことを想定すると、やっぱりちょっと同居した方がいいかなというところですね。はい。じゃあ今日はこれでお別れいたします。ペラペラ、ちっちゃいオクワガタだけど大使、かっこいいと思います。またよかったらね、コメントで感想お願いします。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。オークワゲットだぜ。